フランソワ・フラマンはフランスの画家である国立高等美術学校の教授を務めた。第一次世界大戦中は公式軍事画家に任じられた。パリで生まれた。父親のレオポール・フラマンも画家で、フランソワ・フラマンは父親から絵画を学んだ後、国立高等美術学校でエドモン・エドアンやアレクサンドル・カバネルに学んだ。 19歳の1875年にはサロンドパリに出展し審査員から賞賛された。1905年に国立高等美術学校の講師に任じられ、数年後には教授となった。第一次世界大戦中は戦争大臣アレクサンドル・ミルランから公式軍事画家に任じられ、多くの戦争を描いた絵を残し、戦後は 戦争画家協会の名誉会長の称号を贈られた、レジオンドヌール勲章を受訓した、ありがとうございます。